おだすこじこんばんはポテトで今日もデータぶつけていきたいと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、オフェ戦か瞬発が上がれば空中戦の勝率も上がるよね、やっていきたいなと思います。オフェ戦と瞬発力についてということですね。空中戦の検証っていうのはね、今までもやってきたんですけども、その中でもですね、いかに早く落下点に入れるかみたいなのが結構重要だよねみたいなところも話してたんですけども、てことは瞬発力上がればいけんじゃねみたいな感じもしてるんですよね。であとはね、オフェ戦の検証も今までしてきていてですね、オフェ戦が高いとボールへの反応が速くなったという検証がありますので、ということは空中戦もいけんじゃねみたいなね感じになってくるわけですよ。で、オフェ戦が上がれば瞬発も上がっちゃうので、今回の研修に関しては、クイックネスが上がればいけるのか、こんな観点でやっていきたいなと思います。これで結果が出ればね、その後じゃあオフェ戦だけ瞬発だけとかで絞ってやっていきたいなと思います。皆さんどう思いますかね。落下点にポジショニングが良くなるイコールよ強くなりそうな気はするんですけどね、予想をしながら見ていただければなと思います。検証方法ですね。検証方法はコーナーキックを使っていきます。攻撃位置にキッカーを置いてディフェンシブにすることでニアに味方が来ないような状態でパス入力でクロスをしていきます。競り合いの、結果を集計、各今回は70本やってきました。徹底的にやってきました。使っていく選手はこの選手、このトラオレ選手ですね。たまたま僕のスカットにいたんで使っていくんですけど、能力はこんな感じでですね、だいぶ、60、70未満が多いですね。そんな中で、クイックネスだけ上げてですね、こんな形にして見比べていきたいなと思います。今回も勝ち集、引き分け集、負け集みたいな感じでそれぞれね、見比べていきたいなと思います。まずは負け集から見ていきましょう。初期値ですね。今回はちょっとね、蹴った直後のところから見てます。最初ね、動き出しの何歩かもね、一緒に見ていただければいいのかなと思います。で、初期値の方はですね、こんな感じで結構ね、ファーとかのボールも結構負けてたイメージあるな。はい、ここからはね、瞬発90の方の負け集になっていきます。こっちはね、動き出しのとこちょっと最初の何歩か見てほしいんですけど、何歩かこうダッシュしてる感じありませんかね。あとはニアが多いな、やっぱり。はい、見ていただきました。そうだな、そもそも間に合わない系っていうのはどっちでもね負けちゃう。それは今までのね空中戦検証でも結構そうだったので、納得はいくんですけども、で初期値の方は時間があるところ、高いフライパスとかね、でも負けてたかな。落下点に行く時間はあったのに負けてるみたいな、そんな感じが多かったかな気がします。で、なんだろうな、そんな頑張ってない感みたいなのが出てた気がしますね。で、瞬発90の方に関してはですね、結構走ってる感っていうのかな、わかるかな、この蹴った後の最初の 2,3 歩の部分、このダッシュしてる感っていうのはちょっとあったのかな。全部が全部じゃないですけど、そんな感じがあったかな。ということで、じゃあ次引き分け見ていきましょう。はい、ここからは初期値の方の引き分けですね。ここは瞬発で変わんのかなって感じもしますけども、でもあれかな、余裕があることが多いかもしれないですね。余裕があるボールっていうのかな、高めのボールとか。はい、ここからは瞬発90ですね。オフェ戦89まで上がってますけども、こっちはねちょっとニアとか明らかに体勢悪い状態でも引き分けに持っていってるような感触はちょっとあったかなと思いますね。はい、見ていただきました。先ほども言った通りですけども、初期値に関してはやっぱお互いディフェンスとね、お互い余裕が、時間に余裕があって同時にジャンプして引き上げになることが多いかなって感じでした。でそれに比べて瞬発90の方はですね、強引に引き分けに持っていくみたいなイメージですかね。明らかに相手の方が有利な状況だったけど引き分けに持っていけたみたいなことが多いような感じはしました。はい、ということでここから勝ち集見ていきましょう。まずは初期値から、こうやってね見ていくと意外に勝ててる時は勝ててはいるんですけど、さっきの引き分けの時とシチュエーションは割と似てるかもしんないかな。スルスルっと落下点に入ってって感じかな。こっからは瞬発90です。こっちもね基本的には引き分けとシチュエーション似てるかなって感じはするんですけど、でもね何本かはこの落下点に入るのが早くてとか
クイクイクイって中で入って決め打ってるシーンっていうのは見られましたね。はい、見ていただきました。まあ引き分けの部分がやっぱ、勝ちになった パターンっていう感じかな、が初期値が基本的な感じでしたかね。まあ本当にその一戦の出会って勝ちか負けるかみたいな感じかな。で、瞬発90の方に関してはですね、まあポジショニング、ポジション通りは上手いかもっていうシーンは何回かあったかな。まあ全部が全部ではないけど、この、なんだろう、キュッて入る感じとかね、クククってやっていく感じは上手いなっていうのが思いましたかね。はい、というところで、まずはデータ見ていきましょう。こうなりました。はい、ということで、案外微妙な差だな。まあちょっと見ていくとですね、まず負け、ここの部分はまあ明らかに減っていってるんじゃないかなという感じはしましたね。まあただね、冷静にこう考えていくとですね、数値30上げてるんですよ。30近く上げてこれかみたいなね、気はしています。なのでこれをね、肌感というか使用感で感じるのはすごく難しいのかもしれないなとかね。60から89とかね上げてたからな。まあ数値上はねちょっと微妙な感じではあったんですけど、ただね、いつも言ってる通り数字でだけではなくて、あの同じシチュエーションとかでね比べてみると結構違いもあったりするので見ていきましょう。はい、右が瞬発90の時なんですけど、同じようなとこ持ってきましたよというとこですね。で、ここのね、このトラオライの足元に丸がついた瞬間、ここをね、合わせて持って比べてみたんですけども、これ、ね、まず1歩目、こっちの90の方がね、1歩目早いんですよね。で、この後もですね、こっち初めてやっと1歩目なんですけど、この時にはもう2歩目入ってるんですよね。はい。で、まあ結果的にではあるんですけど、こっちは、初期値の方はね、遅れてジャンプしていて、で、瞬発90の方はね、最終的に勝ったシーンにはなっていくのかな。はい。っていうところになっていきますよ、という感じですね。これぐらいの差があると。もう一本見てみましょう。これも似たようなシーンで丸合わせてきたんですけど、この微妙な差なんですけど、こっちは右足が地面から離れてるのがよーく見るとわかるかなと思うんですけど、逆にこっちはね、まだ右足が地面についてる状態、まあほんとコマ数でいうと3コマとかそんぐらいのレベルだと思うんですけど、まあそれぐらい若干の違いがあった結果ですね、同じようなとこではあるんですけど、相手がねかなり有利な状況ではあるんですけど、瞬発90の方が引き分けに持っていけているって感じですかね。初期値の方はもう負けちゃってるっていう感じになっているという感じですね。まあこれぐらいの違いがまあ出るということが分かってきましたね。はい、というところで今日は結論です。クイックネスが上がると球際が強くなるとします。はい、というところでですね、見ていただきましたけども、まあ効果はありそうでしたかね。これはまあ意外に面白かったかな、そこはね。ただ影響する場面っていうのが結構限られてくるんじゃないかなって感じ。なんかどれもこれも影響してるっていう感じはなかったかな。今回で言うと70本かける2ではあるんで、140本やったんですけど、そのうちのね、だいたい10本から20本とか、そんぐらいの影響だったかなとは思いました、体感ですけどね。具体的に言うとですね、落下点が遠い時とか、まあそういった時に割と発動というか影響してそうだなって感じはしましたね。まあということはですね、高身長の鈍足とかにはですね、緩く時間があるボールの方が割と無双できるし、低身長の俊足系には低くて速いボール、インパクトクロスとかねの方がまあまあやりやすいのかなっていうのは言えるかなとは思いましたね。はい、っていう感じかな。まあただ今は振り直しとかやってると思うんですけど、まあ振り直しといってもですね、まあ5前後しか変わんないと思うんですよね。スピードに上げてたのをちょっと下げてクイックネスに上げようかなみたいなね。なのでそこで差が感じられるのかは正直微妙かもしんないな、そんぐらいの差かなとは思いましたね。はい、っていうところかな。まあこの辺は参考になったかな、今日なんないかもしんない、140歩やったので参考になんないな、ちょっときついな。まあよかったら高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです、本当にお願いいたします。ということで、最後雑談して終わりたいなと思います。はい、ここからね雑談になっていきますけども、まあそうね、結果がまあ出たといえば出たかな。まあ140本やってこの微妙な差ってね、本当にちょっと
うざいね動画にしようか迷うレベルなんですけども、まあちょっとこれだとね、どうかな、このクイックネスがこの状態で、もうちょっとね、もうちょっと下がってくれればね、じゃあこれはオフェンスなのか瞬発なのかみたいな話がねできるんですけど、いるかな、いります?どう?ちょっとコメントで教えていただけたらなと思います。まあ今現状ね、そんな分かりにくいなっていうのがあるので、まあちょっと必要だったらコメント見て考えます。逆にコメントがなかったら多分やらないんじゃないかな、この状態では、もうちょっと明らかに分かるところでやりたいなって気もしてるんでね、はい、というところかなと思います。ということでですね、ちょっと台風とかもすごいですけどね、安全第一で過ごしてください。ということでまたね。はい、ということでいかがだったでしょうか。皆さんこの結果どう思いますでしょうか。皆さんのご意見ご感想クレーム等々あればですね、コメントで教えていただければなと思います。年内3万人を目指しておりますので、この動画良かった、昨年と面白かったなと思った方はですね、高評価チャンネル登録していただけると嬉しいです。はい、ということで今日はね、オフェ戦、まあクイックネスですねについてやっていきました。まあ若干の差あると分かったけどね、まあもう少しね分かる、使用感に影響してくれるところでね変わってほしいなというのが正直なところですね。ということで140本かめげずにまたやっていきたいなと思います。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。